低空で言うと4ですか。あめりち君を一つする。一回3聞いてもいい。全体的にテンションも、うん、大丈夫だと思います。こんな感じで、はい、OK です。じゃあ何回かお願いします。はい。アメリチ君を一つ知るたびに運命の人だと思えるの。いやこんにちは皆さん。いやこんにちは、こんばんは。なんか久しぶりかな、これは。もしかしたら久しぶりの気配が漂ってますね。寒くなってきた ね。今日何してたんですか。レコーディングしてます。そうでしょ、この感じは。ね、はい、ここにいるときレコーディングしてるからな、大体。サトルさんが何してたかっすね、問題はね。今日っすか。ボーカルじゃない、サトルさんがね。今日っすか、はい、動画の編集っす。大事。ありがとうございます。仕事ということで、うん、はい、12枚目のシングル、はい、タイトルがですね、まだ決まっておりません、現段階の、ね、皆さんのが今詳しい、まあ、結婚をテーマに書いた曲で、うん、これはですね、社内マリッジハニーという、ドラマのエンディング主題歌で、はい、あのビートがでお話をいただきまして、書き下ろさせていただいた曲になっております。そうなんですよね。なんか、うん、なんかハッピーなウェディングソング。あ、なるほど。ハッピーまでいかないけど、なんか今トラックが結構さ、これメロも泣いてるじゃん、はい、だからそこはそれに任せて、はい、逆にマサトは気持ち、なんか幸せな二人を、なんかこう思って想像して歌ってもらう。あったかみの方がいいのかな。そう、ね、切ない系よりかはハートフルな方。そう、ハートフルな方が。ねえ幸せと聞く声も幸せだよと返す時間も。ハマり方一番良かったですね。あ、本当ですか。はい。ねえ幸せ、ちょっと本気見していいですか。最初から本気でやってもらっていいですか。最初から本気でやってもらっていいですか。ごめんなさい。いや、もう 120% です。すいません。誰にも渡したくはない、止められないほど好きだ。あんまり来てんじゃない。めちゃくちゃ良かったです。お、マジっすか。うん、はい、ガチでレコーディングするんで、もうこの時はもう短パンっていう少年かのようなやりやすいスタイル。そう、まあ、いつもこれで、あの家であのブースに入ってやってるんで、もう家のスタイルをそのままここでもやるっていう、これが一番落ち着くのよ、裸足で練習した時のまんまのね。そうそうなんです。間違いない。あの、楽しみにしててください。ビートガーデンレイさんで、はい、ちょっと感情移入しないような感じやった。なんか普通にちょっとお帰りの後聞こえるただいまもくらいの、なんか、あ、はいはい、普通の中でちょっと感じる、なんか平坦というよりも、はい、もうちょっと淡々と歌うというか、うん。お帰りの後聞こえるただいまもありがとうとごめんの声も。いいけど、うん、ここらへんいいよね、うん、今までのビート、うん、感もありつつ、なんかちょっとビーマーの峰が多分おそらくね、ほとんど見てくれてると思うんですけど、この映像自体は多分ちょっと違う感じするなっていうのが、まあ、随所にコーラスだったり歌い方だったり歌詞だったりね、あるんじゃないかなと思っております。それまでも気づけなかったら別にもうビーマーじゃないっすよね。だからそういう厳しいグループでやっていくのか、あのちゃんとこう吸っていくのかって話、どっちがですよ。吸っていきたいです。吸っていきました。気持ちとしてはね、やっぱり吸って。なんかどうですか、トラックとかね、今回。そうですね、今回あの、隼人さんにね、トラックのお願いしてですね、友達の、以前から友達のね、以前から友達の、ね、言っていいのか、はい、はい。あまり君を一つ知る日に運命の人だと思えるの、おやすみに抱きつくように。結構硬く出しちゃってる気がしてて、硬く、うん、自分の声が。ありがとうございました。ありがとうございます。あのこの期間も何度も言ってると思うんですけど、この会えない期間も本当 SNS だったり、なんかグッズだったりね、あの何か応募配信のライブもさ、みんながこう見たいとか、こう欲しいとか、
会いたいとか言ってくれてる、やっぱそれのおかげでやっぱ曲もリリースできているし、まあ、未来に向かって、歩んでいけてるので、まあ、必ずまたこの曲もみんなの前で歌える日が来ると思うんで、はい。